針金かけて枝整えて、この一年のすべての作業が終わったんじゃないかな。夏に作ったシャリからジンはどうなった？だいぶ馴染んだんじゃないでしょうか。こんな感じで三冠株立ち、軽い感じの優しい木ができたんじゃないかな。と言っても春どんな木だったかもう覚えてませんけどね。昨年はちょっと忙しくって心拍の手を抜いちゃったんだよね。で、今手をかけなかった心拍数本を植え替えてるんですけど、もうあとこの1本で終わりにしようかな、今年の心拍の植え替えは。この心拍作ったのは何年前だったかな。一見相関風に見えますけど、後ろにもう1本ついてるので三冠だよねこれは。もうこもこになっちゃいました。太ったな。まあ心拍太った時はシャリにしちゃえばいいからいいんだけど。剪定する前に針金かけっぱじゃん。剪定する前に針金取らなきゃ。針金外し終わりました。作業続けよう。で、どこからだっけ。この木ね、大きくなっちゃったし、重苦しいから思い切って切り戻したいと思いますけど、どうしようかな。枝が長いと思うんで、この辺の一番下の段を切り取っちゃってだよ。7段を内側に持ってこうかな。こういうのも全体に、そうだな、1個下に飛び出てる、一番下の段をだよ、一回切り戻して、まあ、手繰り込んだっていいんだけど、そりゃ、思い切ってちっちゃくしようか。これも取っちゃうか。下に来てる、これもだな。はい、一番下なくなりました。ちょっとこれな、まあこの辺細かいとこは後でやるかとして、でやっぱ流れをこっちに強調したいので、こっちにあんまり強い枝もいらないね。この辺は後で針金で、後でというか後日並べ替えるとして、いらない。これいるかな。ここいるかな。なくてもいいか。ない方が軽くていいな。よし。まあ分かんないけど。ちょっとこれは予想外の展開になっちゃってやったな。これを取るとは思わんかったな。でもまあこれがあることで重苦しいから、懐がどうなったかな。こうなりましたよ。どこやっとこう。ラジオ検知ないかな。で、まあ、問題はこの重苦しい頭だ。ここをなんとかしないと。どうしようかな。木を軽くするためには、これをこっち曲げてくればいいから、そうだね、ここを思い切って陣にしようか。陣にしようか。間違えて切るとやべえぞ。ちっちゃな、まあ、こんなしょぼい陣はいらないんだけど、基本的に。問題はこれを上手に下に引っ張っていきたいな。過去の陣とつながりました。陣じゃないや、シャリか。幹に入ってるシャリとつながったぞ、これで。
この辺の枝は、こっちに配った方がいいかな。こっちに配っとっちゃうっていう手もあるけど、飛んでるな。これ落としてきた方がいいか。取っちゃうか、これ。取っちゃえ。よし、すっきりした。で、ここは、あと全体に、とりあえずこんだけ枝を残しました。だいぶ軽くなったね。あとは後日、伏せ込もう。ここも残って、ここも伏せて。で、これ並べていって、頭は。こっちは避けて、ここは落としていって並べて、よし。今日の剪定はここまでいいかな。はい、剪定作業を終えました。今回はここまでにします。ちょっとジンを、ここはかつての頭をジンに変えてちょっとつなげてみました。でここのシャリが意外とこっちまであって根まで続いてたのかな。でここもちょっと広げてやりました。奥も一個重苦しかった枝を陣にしました。針金掛けは後日やることにします。で植え替えに取り掛かろうか。よいしょ、急がないと仕事にならんぞ。お、意外と簡単、意外と簡単に取れたぞ。またこの端かな。根はこんな感じ。あー、しっかり回ってます。調子は良さそうだね。さてね、崩していこうか。はい、根処理がこんな感じで終わりました。まあ、こんなとこだな。まあ、あんまりやりすぎもリスクなので消化。あと、まあ、植え付けちょっと考えながらちょっと植え付けようかと思います。さっさとやって仕事に戻らないとな。はい、植え替え終わりました。今日は作業はここまでだ。後日枝を並べようかなと思います。ちょっとこっちいらないかな。ここ揃って、ここ下げてか。どうでしょうか。こんな感じでまとまるかね。針金かけてこいつもっと押し込んで、でここもっと押さえ込んで、こんな感じか。よし、この続きは後日。めんどくさくてまさか1年放っかっちゃうってことはないと思うけど、一応終わってんだよな。まあいいや。はい、今日はここまで。この春植え替えた新柏の中でこれだ。撮影した1本だけ頭がこんなになっちゃいましたけど、これだけ植え替えが遅かったかな。まあちょっと掃除しとこうか。ついでに掃除しようと思って、この冬だね、冬に枯れちゃったとこがあるので新柏で、その2つも含めて3本枯れたとこ取り除きましょう。まあ、こういうの簡単だけどさ、取るだけだから。どの範囲だ、これだけか、これ1本か。そうだね、ちょっと邪魔だな。あとちょっと艶が出てるな。取っちゃおう。この際使いそうもない枝取っとくよ。時間がちょっと元気がないから作れねえな、この木。すぐには作れません。ちょっと先の長いことになっちゃったよこいつ。大事な頭の部分が枯れてしまったので、ちょっと枝込むの待とうかな。針金かけようかと思ってたんだけどね。あとちょっと三冠の後ろのこの枝がちょっと弱っちゃったな、ここら辺が。
もうそこら辺も含めてちょっとこの木の作業は待つかな。ちょっとこの辺ギュッと押し込みたいなと思ってたんですけど、よし、もうちょっと後で作業しよう。この春植え替えた新柏の中で一本気になるやつだったよね。これだね。動画撮ってたやつは、頭枯れましたけど、前回はちょっと枯れてなくなってますけど、中から吹いてきてるね。中から吹いてきてます。今回ちょっと掃除をしておこうと思います。今回は簡単な剪定にとどめますよ。どれ使えるんだろうな、どれ使うんだろうな。この飛び出てくるところを簡単に積んでおきましょう。でも切るだけでも結構あれやな、切ってまとまってくるもんだな。問題なのはこの後ろ枝ね、使えないのかな。ちょっと弱らしちゃったんだよな。ちょっと弱らせたのでこの後ろ枝を触れんな。もう枯れそうになった枝の元からついてきて、吹いてきたね、新しいのはね。こっちはいらんな、ここら辺はいらん。ちょっと待てよ、使えるかな。残しましょうか。これは取っちゃってこっちに変わると思うけど、切り忘れ切り忘れ。先端止めとくことで全体がこんもりしてくるんじゃないかな。ああ、ここちょっと枝枯れるかな。この枝嫌な色してるね。やっぱここら辺がなんか調子悪いのかな。ああ、もうちょい茂ってくるといいね、この辺で。これはここはどうでしょう。もっと思い切って、よし、今回はちょっといつもと違う感じ、できるだけこぼれたとこだけ剪定しておきました。こうやってやっていくとちょっと葉っぱ、枝が玉っぽくなってくるな。飛び出たとことこぼれたとこ取っていくとな、ちょっといつもと僕のやり方とは違うけど、こんな感じもいいよな。剪定終わりました。針金かけたいとこですけど、今回はここまでで、尖ったとこ取って、こぼれたとこつまんでおきました。つまんでないとこあるな、結構いびつねとかで、枯れちゃった、頭がぼっこり枯れましたけど、一応埋まってきたし、将来的に針金で埋めちゃうかな。 あの枝曲げてね。あとここの枝、後ろ枝がちょっと弱っちゃったな。ここら辺で胴吹きしてきたんで、ここら辺で立て直すことになるかな。ちょっと後ろ枝はしばらく神経使うね。はい、こんな感じで、枝に針金かけれるのはいつのことやら。こうやってこうやって全部伏せ込みでみたいな。はい、とりあえず今回はここまでで、この木の作業は終わります。さて、この新柏は、そうだね、ここに枝枯れが出たんだったな。あと送りがちょっと弱っちゃったんだよな、陣作った後な。それでちょっと作業を中断して放っておいたんですけど、一応元気そうなので、作業できないとこもあるけどな、この後ろなんかな。だけど少しなんとかなりそうなんで、続きをやろうかな。この木のね、植え替えてからちょっといまいち元気じゃなかったね。ここ枝枯れ出ちゃったんだけど、わかるかな。枝枯れしたところから新しい芽が出てきたね、横から。いらないっちゃいらないけどな。針金でもこっち持ってきた方が早いから。いや、
ちょっと今日はその作業をしようと思います。剪定してできれば針金かけるとこまで行きたいな。で、まあ今からまずやることは、例えば枝と枝の間から出てきてるこういう枝だ、芽だね、これ取っていっちゃうっていう作業だよね。あと、こういうところからも出てきてる、こういうの取っていく作業、それかな、指で、ここら辺も使わないでしょ。まあ、商品盆栽の場合使うことあるけど、時々こういうのね。あ、待てよ、このこれ間延びしてるかな。間延びしてたらね、この奥のやつ使った方がいいからね。間延びしてるみたいだから、ちょっとこれは待とうか。なんだね、こういうポロポロ無駄に出てきてる枝と枝の間から出てきてるやつは針金かけるとき邪魔になるんでね、針金かけにくいんで、少し整理しちゃって置いた方が作業がしやすいよね。針金でもかけんでもいいぐらいすっきりしちゃった。これは触らない。こんな感じで全体をちょっとまとめていきましょう。葉っぱだいたい透かし終わったと思うけどな。このぐらいにしておきましょうか、ね。あと全部針金でちょっと並べていった都合で、いらないのが出てくるんじゃないかな。多すぎるとかね、あ、これいらないっていうのが出てくると思うんで、それで調整しましょうか。この枝だけそのままにしとこうかな。ここ杉いっぱい出てきてんな。ちょっといじめすぎたんだね。この陣作った後調子悪くなっちゃった。この辺伸びてくるの待った方がいいな。ここはちょっと他とこう、あんまり後ろは分かんないんでね、こっちか中心に頭とこの枝かな、3箇所の針金かけようと思います。といっても今から水かけてこなくちゃ、その前に乾いてるよ、あったかいからな、日差しが強い。さて、あれから1日経ってしまいました。翌日です。今日針金かけようと思います。めんどくさくてやる気なくなっちゃったんだよな。実はどこかけようかな、こうだな、この奥に行ってるのと、これちょっとカンノキっぽいけど、これかけといた方がいいな。あとは全部だな。よし、ここだけ太いな、ちょっとこういう方がいいよ。で、こっち通ろうかな。一応ね、幹に一回巻いとかないとね。ちょっと冬が来ちゃうんで、あんまりハードな針金は避けたいですが、ここまで来たら作っちゃいたいよね。こんな感じでまず全部針金かけちゃおっかね。細かくいるかな、やりだすと切りねえぞこれ。よし、じゃあこんな感じで針金全部にかけていこう。はい、これで全部針金かけ終わったかな。下手くそだけどな。かかってりゃよしということで、並べていきますよ。本当はかけないつもりでしたけど、一番奥もちょっとかけちゃいました。あんま聞いてないかな。いいや、ちょっと起こしとこう、力乗るように。こんな感じか。大きな盆栽みたいにシャーって降りていくとかっこいいんだけど、そうはいかないな。力落としちゃうんで、そんなことすると。よし、クリア。はい、終了。針金かけの作業が終わりました。
こんな木になりました。ちょっとここも欠けちゃいましたけどね、後ろの枝もね。まあ枝枯れが出ないといいな、冬に。ちょっといろいろやったんでね、並べたんでね。でまあこれでいいんじゃないでしょうか。夏に向いたとこも馴染んだな、だいぶ陣ね、はい、ちょっと正面変わったかもしれませんけど、これにて終了します。